新桥这个门，明天来看是困扰大波尼西亚。新桥，どうも。皆さん、こんにちは。今日僕が今いるのが、はい、フーニャンク、フーニャンク。フーニャンクね。フーニャンク。なんでここにいるか。うん、というと、なんでここにいるかというと、うん、なんかあのトゥオイチェってあるじゃん。あのサイト。うん、若者が見るね。そう、ニュースサイトね。うん、そこで紹介された、うん、あの幻の、うん、バインコット屋さんを探しに来ました。何や幻幻なん。いや幻なんよ。いやだって、うん、調べたら、うん、その店1時間しかやってない。え、マジで幻だ、うん、本当に限られた時間しか売ってないんだ。でその、うん、その東一栄の、うん、あの編集者も、うん、2時半に行ったらしい、うん、そしたらもう、うん、ほとんどなかったんだよ。おいおい、ちょっと今何時よ。今大丈夫、2時11分。急げ急げ、もうだってもう後半に入るよ。もう今だってまだないよこの辺。そうないよ、うん、結構ヘムを、うん、まあ、小道をね入ってったわけよ、うん、なんか線路沿いあるバイクで行って、はい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 、そっからこうやって入ってくんだけど、うん、よくわからん、こっから。いやだってマジでヘムですよ、もう小道よ、もうこら辺も小道よ。え、お、そうで2時から3時の1時間、うん、もうこれのみで、めちゃくちゃローカル。マジでローカルやな、うん、観光客とかが来るような場所じゃないもん、ね、じゃないよ。中心地からで、ね、1区とかだとバイクで10分ぐらい。いやもっとかかった。俺今1区から来たけど、うん、まあ20分ぐらい。やっぱまあまあ20分ぐらい、要は北上、うん、空港の方に向かうって感じかな、1区から。え、おいおいおい、その時井出特派員が見たものは、ほー、イエス。普段特別な俺エフェクト入れんよ、特に俺自分でやるタイプだから入れんよ省エネでやってる。ありました、行こう。きっとこれや、これか。じゃあマジでバインコット専門店。バインコットってね、たこ焼きみたいなやつよね、言ったら。そう、まあ、一応ベトナムの、まあ、たこ焼きみたいな風には言われてるよね。よかった、そもそもあってよかったわ。お店があるのもそうだし、その売り切れてなくてよかった。てかめっちゃ人おるやん。言うて2時だけんね、昼ご飯とかみんな食べ終わったはずなのに。すげえ。とりあえず、うん、メニューみたいなのもいいよ。いやだけもう日が水木金土日、あ違う違う間違えた、え、火水木、うん、金土日、あ月曜が休みってこと、うん、でそれぞれであれが違う、あるのがメニューが。バインペオとバインコット屋さんか、まあ、あとチェーとかか、うん、そう、今日は何曜日、水曜日、木曜日、ナイラトゥトゥドントゥナントゥナン、だからバインコット、まあ、バインコットじゃん、うん、狙ったのバインコ、バインコ、バインコ、あ、まあ、この奥からいやってる、そうね、作って持ってこらんすわけね。これも頼んでみるか。ああ、何やないよな。ここはあんたの1回だ、10回やな。でも正直2時でしょ今、うん、もう今腹パンパンだよね
実際、実際ね。実際でしょ。ちょっと内緒、内緒だけど。バラに行ける、まあ、これぐらいでクッション。男なら男と関係ねえけど、ヌックマムの辛いやつみたいなことかそれ。うん、ちゃんと野菜もくれるし。ほんとだ。いいね。あ、ここで食う。うん、そこで行こう。あれ、おっちゃんどけてくれたんだ。セルフで。あ、なるほどね。箸とかはね。あ、じゃあおばちゃんがくれるやん。今あのテーブル準備してくれてるから。応じずこう。ありがてえ。ねえ、ずっしりよ。確かに俺量多いわ。さあやってまいりましたね。このテーブルも準備してもらって、うん、最高だぜ。いいね。見て、お箸が、お箸があの実家のお箸みたいでね。最高でしょ。最高だ。実家味わいながらね、ベトナムで飯食えるって。で、何がいいってね、この隣のお店でね、あの金柑ジュース、もうどこで買っても持ち運び OK だけどね。持ち込みね。持ち込みか、持ち込み。持ち運びはどこでも OK よ。そら、うん、食べよう。行こう。いただきます。幻やからな。幻だってもう、うん、Google で、ね、うん、見たら分かるんだけど、うん、まもなく閉店なのよ。もうだ、オープンしたら、もうオープンした瞬間からまもなく閉店なのよ。すげえ、すげえよ。でもやっぱそれぐらいで売り切る自信があるってことでしょ。そうだって1時間だけの店って出てるしね、やっぱネットでも。いや、そりゃ幻って言われるわ。で、すごいよ、あのホーチミンの最後ので、うん、何年、60年だけど。ええー、すごっ。あいつごめん、40年だから、俺らと同級生ぐらいのお店。すごっ。ダメ、危ない、敬語使うとこだったわ。おい、お前食べてやんぞ。見て、いや、もうすげえうるさくてね。お前の、お前の食べてやんぞが、うん、うるささに負けるから。だけど向こうの方が、おい、しっかり声出すよ。新築、新築、黙れ。OK。バインクッドね、まあ、食べ方いい、俺流というか。いや、いいんじゃない、もう俺ら7年も住んどるから。ああ、この野菜ね、ああ、まあ、包んで食うっていう、もう単純なもんです。ああ、これだからたこ焼きみたいよね、半円の、半円でさ、これね、たこ焼き、これだったらもうたこ焼き。ああ、おたこ焼き、うん、もうだね、タルルートくんもやってくれよ。ほら、ベロンってやっちゃう。これ全部いっちゃうんじゃない。ベロンって簡単に。そんなもんで、こうね、こういうミントとかね、入れて乗っけてね。そう、俺の汗は本当、うつさんとって。いや、入ってます、うつさん、ね、うつさんとって。いや、もう映ってます。あ、これで、うん、そのヌックマム、ナマスとヌックマム、ちょっと辛いって言ってたけどね、これをつけて食べる。バカうま。バカうま。え、何が違うの、バインコットの他のお店とさ。まあまああるじゃん。まあまあある。うん、でも、うん、前食べた、俺ブンタウで食べたことないけどあれだけど、うん、前、数年前にそのホーチミン市で食べた時は、うん、結構柔らかかった。うん、でもこれ、結構硬い。その外が硬い感じなんだ。もう、いや、もう中も全部。中も、うん、えー、
だから結構、うん、そのワインの部分が強いかも。なるほどね、うん、へえ。これだけいってみる。でね、これ全然辛くないわ、うん、全然つけても大丈夫。全然大丈夫。うん、多分ね、まあ、味はね、まあ、緑豆入ってんのよ。ああ、でその豆の味と、ああ、まあ、小麦粉というかワインの、まあ、パンケーキ系、パンケーキ系、うん、柔らかめじゃないんだ。柔らかくない、ね、まあしっかりしてる感じしない。ああ、いや、そうね、うん、トロトロじゃないもん、うん、うん、なんか結構緑豆がいい感じに効いてる。へえ、緑豆ってなんか合わなそうだけど、このバインコってアクセント、うん、言ったらさ、その小麦粉とかで作った、うん、食べ物じゃん、うん、だからまあそこの味は、まあ、大体想像できるやつ、この粉もん系の味よ、はいはいはい、そこに緑豆みたいな豆の、うん、ちょっとほら、なんだろう、ペースト感のある、うん、ちょっとザラついた、うん、その食感があることによってアクセントとなって、あの、美味しく感じられる。どう？ここが40年続く、うん、の気がするけどね。俺ちょっと他のところがどんぐらい入ってたとかちょっと覚えてないんだけど、だって野菜もあれだもんね、取り放題だもんね。こっちにもほらあるやん。ひどんちのおい、ひどんちのこれ食えないだろおい。え、ベネだろこれ。ベトナムに来てそういうツッコミになったなんか。え、ベトナムに来てなんか変わったな、ツッコミ。やっぱあの人を変えるよねとかね。ただね、もうちょっとエビの風味、エビ結構でかいじゃん、うんうん、でもやっぱこれベトナムのエビだからかわかんないけど、うん、風味がちょっと弱い。へー、それだけそこがもっとあったらなんかもっといいじゃん。あー、うん、思います。なるほどね、まあ、エビの種類の問題なのかも、うん、もっとでかいエビとかね、ココナッツ蒸しとかで食べたりするもんね。まあね、まあね、これ全然違う料理のこと言ってるよ。いやだけどそのエビのさ、違う種類だったらもしかしたら、え、言ったよね俺に。え、違う種類だったらもっといい風味が出るかもね。これ2回目だよ言うの。いやだけどダメだよ。同じことやろ。やめてよ。あー、うまい、うまい、うまい。これでいくらなんだろう。ちょっと値段はね、まだちょっと聞いてないっていうか、うん、なんかさ、来た当初はさ、常に最初に値段を確認しろみたいな感じあったけど、うん、これマジで確認せんわ今。いやもうそういう油断が危ないよ今も。ほらリュック後ろにかかってると、うん、木下さんみたいにやられるよ。おっ、見た、やられた。いや、汗で張り付いてたデニムが剥がれたことにより俺は誰かに触られたと思った。ほらほら、そういう気かもって。今の反応はね、正しい反応よ。本当、敏感はいい、はい、そう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 。まあね、でもこういうのだから、これでなんか、おられるって思ってないんだね、俺。まあね、もうないよ、さすがに。いやでも、ほら、今タクシーがさ、ボル、まあ、似てもタクシーとか多いとか言うじゃん。似て皆さんとか出回っとるって言うもんね。やっぱ注意はせなんけど、うん、まあもう注意せんくなってるよね。良くない、これ良くない例です。確かに。だから先にいくらって値段現に、あ、でもまあまあここだけの話、うん、まあ、さっき横で4つでいくらって言ってる人いた。あ、
も確認できた、うん、正直そのなんだろう、これでじゃあ5000円するかってしないことはもう確認取れてます。はい、まあ戦士さすがにそこまで言ってこんからね、これで5000円って言ってこんよ。もしまあそうね、うん、こういうまあ言ったら中心部でもないし、うん、まあでも確認した方がいいっすよ。そう、確認するにね越したことはない、うん、その嫌だしこっちのせいにされても、うん、あいつ入れが、あ、数が、数が言ってたからみたいなのをちょっと思います。いや、そういうコメントをお待ちしてます。あいつのせいで、あいつが言った通りにやったら、はい、みたいなのは本当にやめてください。そこは常に注意喚起を流す。でビビりすぎて、ビビりすぎて全部に保険かけ出してるでも本当ね、おいしい。で、これ全然変わらないし、さっきも言ったから、非常にね、結構これ食べ応えあるかも。腹いっぱいになる、腹いっぱいになる。まあ全部は食えんやろね、持ち帰りでしょ、もう、うん、もう持ち帰るよ、ね、当たり前の顔して。いや、さすがに2時でね、うん、うん、だってまあ基本的に俺ら以外持ち帰るよ、うん、うん、かんよ。よっしゃ、いくらか聞こう。にしても、うん、俺思う、野菜と、うん、ヌックマムと、うん、こういうまあバイン小麦粉系というか、うん、バイン系、うん、合うね。合うし、だってこれランチとか全然ええよ。ビールとかでも合うし、これで、うん、ちょっとやっぱ重たいのをこっち側でさっぱりさせてくれるというか、うんうん、いいバランス。もうバインセはさ、そこそこ日本の人にも知られてきたやん、うん、バインコット。次はもうバインコットよ、皆さん、バインコット、ね、バインコットも多分まあまあお店もあるはずだから、うん、あるある。まあね、ここまで来るのはちょっと大変かもしれんけど、まあ一区中心地でも前紹介したはずよ、バインコット。いや、あれもなくなってる。えっ、あの店もない。これが現実ですわ。そう、だから来る前にね、コロナをね、やっぱ経て残ってるお店って相当強いお店ですよ、だから。そうだね、うん、まあでも新しいお店もいっぱいできてるし、そう、まあ、そういう探検するのも楽しいかもしれませんね。はい、ではちょっと値段、はい、もう一回お願いしましょう。してみましょう。強いよ、マンペ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 。Nói với ta không được luôn, thấy không? Không dám biết mà không ăn được luôn, thấy chưa? Dạ, hay vô là nó rồi, còn nó. Ngon nha. Đang nói là đây 40 năm rồi đó. 40 năm rồi, nó còn lại hả? Không ạ. À, bán hả? Ờ, đúng rồi. Bán, bán 40 năm rồi. Dạ, bây giờ là em 40 tuổi. 40 tuổi rồi. なんで美味しいかを聞きたいよ、秘訣みたいなさ。秘訣ってない。あ、大丈夫。あ、でも、だったらビックリじゃない秘訣。いやいや、はい、OK、来た。うん、できないから、できないバイの発見だから。はい、バイコンね、バンタン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 、バン。再再摸摸，你看看。摸摸摸摸，再烧了，再烧了。他可以，他可以给每个人端嘛。Có bí quyết không? Có bí quyết? Có chứ, có bí quyết. Có chứ. Mới thu hút được mọi người ăn đúng không? Đúng. Nên là, nên là. Ai xong? Ai xong? Bí mật hả? Chúng ta bán được rồi. Ha ha ha. Cái này34,000 34,000 là 34,000. Ôi, ảo sĩ nè. Rẻ.
34,000だから3人で作っとるのかな。だからえ34,000のね、うん、だから17,000丼だよ。だから5個で、あ安っ。そっかそっか、5個ずつ、ね、はい、17,000丼っていくらやって今ね。今は200円、100円だ。37,000でしょ。あ、違う、だから5個で100円。あ、5個で100円ね、うん、たこ焼きとね、比べてどうかっていう。この前ね、ちょっと、たこ焼きね、あ、でも、たこ焼きと一緒かも。あ、そう、たこ焼きって4つで100円ぐらいする気がする。うん。ロイヤ、あ、違う違う。なんや。吐きすぎやん。あ？もう辛いお店と思われるから。マジで辛くない。むしろちょっと甘い。辛いお店と思われる。ちょっと甘い。うん。まあね、あのうまさの秘訣は、まあ、このおばさま方が作ってる、うん、私が売ってるからうまいんだよって言ってました、ね、さあ、ということでね、はい、3万4000丼、200円、まあ、しないぐらい、まあ、円安ですからね。まあでも非常に食べ応えあるし得した感じ、はい、はい、ということで皆さんも、バインコットね食べてみてください。それではまた、ごちそうさまでした。レウ